皆さんこんにちは。美容皮膚科医長尾さやかです。今日は皆さんが気になる黒ずみの原因についてお話ししたいと思います。そろそろね、暑くなってきまして、半袖を着たりノースリーブを着たり水着を着たり、そういうシチュエーションがね増えてくるんじゃないかなと思います。そこでね、脱いでみてびっくり、肘が黒いぞとか膝が黒いぞとか、女子だとねちょっとありがちなんですけどね、ちょっと内股がね黒いぞとか、あとヒップがね黒いぞとか、やっぱりちょっとそういったものがね見えてきちゃう時期だと思うんですよね。なので皆さんも来週予定があるのにあれみたいな、ちょっとびっくりみたいにならないように、この動画を見ていただいて早めに対策をしていただければと思います。黒ずみの原因なんですけれども、主に摩擦が原因になってます。靴ずれを想像していただくとわかるんですけれども、毎日毎日靴がかかとに擦れることによってちょっと黒ずんだり茶色くなったりするじゃないですか。あと多いのが、肘をつく習慣がある方の肘を見せていただくと結構黒ずみがあったりとか、あと膝をつく習慣がある方の膝を見ると意外と黒ずんでたりとか、やっぱり摩擦によるものなんですよね。なので摩擦をいかに減らしていくか、あと摩擦があってもいかに刺激を加えないかっていうのが本当に大事になります。例えばですけれども、肘をつくことによって黒くなるのがもう原因なので、肘をつくときに素肌でつかないとかね、チブタケの服の上からつくとか、こっちの方がね全然結果は変わってきます。あと雑巾掛けするときも長ズボンで膝をカバーしながら雑巾掛けするとか、あとは結構最近多いのがデスクワーク、女性もパソコンでねずっと座ってたりすることが多いと思うんですけれども、ずっと座ることによってお尻の骨がねどうしても当たるんですよね。その場所が擦れて8時間くらいずっとね座ることによって摩擦で黒ずんできちゃいますので、少し大きめの下着を履いて、直接ズボンと皮膚っていう構造にならないように、皮膚、布、ズボンっていう風になるようにしてあげるとかが大事かなと思います。なのでたまに多いのが、ティーバッグでジーパン履いてますっていう方に結構ねお尻の黒ずみが多いんですけれども、そうするとジーパンってすっごい硬いじゃないですか。雑巾並みに硬い生地と肌が直接ティーバッグっていうことによって、お尻の大多数がジーパンに触れちゃうんですね、硬い生地の。そうすることによって摩擦で黒ずみになっちゃうので、それも気をつけていただきたいなと思います。対策なんですけれども、一番安く簡単できるのは、肌と直接机とかズボンとかを触れさせないということですね。そのためには1枚肌着を着て素肌にならないようにしてあげるとか、下着を大きめの当たるとこが覆われてる下着にしてあげるとか、擦れてるなと思ったらなるべく擦れない洋服とか靴とかにしてあげるっていうのも大事かなと思います。そうとは言ってもね、なかなかね、この動画見てくださって、わー黒ずんでるってなった時に、今から洋服変えてもね、この夏間に合わないじゃないですか。ってなると、クリニックで、例えばレーザートーニング、ピコトーニングって言われてる、メラニンをマイルドに破壊するレーザーがあるので、そういったものを当てていただくのもいいと思います。ちょっとね、5回とかね、回数かかっちゃうんですけれども、やった分だけ薄くはなっていくので、そういった手段もあります。あとはお家でできるものは、クリニックで買っていただく処方の薬になるんですけれども、ハイドロキノンっていうものとトレチバインっていうものがありまして、一番強い肌の漂白剤って言われてるのが、ハイドロキノンっていうね、美白クリームになります。で、それを毎晩塗ること。あとトレチバインっていうビタミン A なんですけれども、塗ることでターンオーバーを早くしてくれるので、ちょっと色素が積もっちゃった分厚い皮膚をどん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 剥いでくるので、トレチバインで剥ぎながら、ハイドロキノンで美白剤を入れ込むというのが、お家でできる塗り薬っていう治療になります。なのでどうしてもね、早く白くこの黒ずみを治したいって方は、レーザーをやりつつお家で塗り薬2種類を塗るっていうのが一番早い方法だと思います。いかがでしたか？やっぱりね、肘が黒いとかね、膝が黒いとかね、ちょっと気分も下がっちゃうしね、ちょっと汚れにもね見えちゃうからね、この夏自信を持っておしゃれとかね、水着とかね、いろいろ着れるように皆さんケアしてみてください。もしよろしければチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。